チームです。札幌の平岸で結成され今年で30年、よさこいソーラン祭りでは大賞、準大賞それぞれ10度受賞した最多受賞チームです。3年ぶりに名古屋で踊らせていただきます。今年のテーマは活性。踊り子一人一人の生き生きとした声が皆様の心に響き渡り、歓声が湧き上がるような演舞を目指します。それでは踊っていただきましょう。平岸天神の皆さんです。どうぞ。日本ど真ん中祭り3年ぶりのご盛会、心からお喜び申し上げます。ファイナルコンテスト審査結果発表の前にこのステージを盛り上げるべく一生懸命踊りますので、どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。平岸天神